はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが165日目ですね。はい、165日経ちました。今回はですね、契約書の方を今回も、開封していきたいなと思います。今回開封する契約書は、はい、こちらの S ラン確率 30% 契約書、コーダの達人8万5000達人ポイント達成の報酬と、あとこれですね、はい、S ラン確率 10% 契約書、コーダの達人の上級全クリア報酬、この2枚をね開封したいなと思います。その前にですね、現在2020年5月21日の23時11分なんですけども、コーダの達人の方ね、あと15時間と48分、まあ、16時間近く残ってるんですけども、一応まあ、全部クリアしてます。はい、初級、中級、上級ですね。はい、一応まあ、エナジーね一切使わんと、まあ、15時間ぐらいで残り15時間ね残して、終われましたんでね、まあ、よかったかなと思ってます。もうあとこのエクストラチャレンジだったかな、はい、それをやるだけですんで、まあこれじゃないな、ここのクリア報酬ですね、このクリア報酬で、まあ出ないとは思いますけども、閲覧契約書ね、もし出ればラッキーかなという感じで、もうエナジー一切使わずやっていきたいなと思ってます。まあ、クリア報酬でゴールド契約書はね何度か出てますし、まあエナジーとかももらえるんでね、一応まあぼちぼちそういう感じでやっていこうかなと、エナジー使わずやっていこうかなと思ってます。はい、まあ一応まあ累計全部取れましたし、エナジーも使わずやれましたんで、まあ良かったかなと思います。まああとね、これから引く契約書で S ランク選手出てくれれば一番いいんですけども、どうでしょうか。それでは行きたいなと思います。 S ランク確率 10% からいきましょうか。はい、コーダの達人の上級全クリア報酬の S ラン確率 10% 契約書開封したいなと思います。このアカウント12球団で集めてまして、純正はソフトバンクね組んでますんで、できればそのあたりの選手来てもらいたいなと、まあ、S ランク選手ねとりあえず来てほしいです。それでは行きます。S ランク確率 10% 契約書開封します。お願いします。来い S ランク来い。んー、よっしゃ来た、よし来たよ、よし S ランク来たよ。さあ 10% で来たよ。さあエドン来てくれ。さあ誰、よー、中川選手、巨人ですね。はい、いや中川選手、まあ、A ランクもね持ってないんですけども、まあ嬉しいですね。はい、結構嬉しいです。はい、ありがとうございます。S ランク確率 10% から来ましたね。いや、めっちゃ嬉しい。はい、中継ぎ S、 抑え S と適性ありますんでね。はい、ツーシーム当て、いいですね、ありがとうございます。はい、ピンチもついて、いやー、S ランク確率 10% から久々の S が S ランク来ましたね。はい、いやー、この感じで次も行きたいなと思います。 S ランク確率 30% 契約書、これでもう1枚 S ランク来てほしいです。それでは行きます。開封します。 S ランク来てくれ、お願いします。もう1枚。んー、おーっと、ちもう1枚来い、割れろ、割れてくれ、あー割れへんか。ブラッシュ選手、はい、楽天の A ランクのブラッシュ選手でした。まあまあまあ、でも S ランク確率 10% からね、中川選手来ましたんで、まあいいかなと思います。はい、できれば2枚欲しかったけど、しゃあないですね。はい、今回はこんな感じですね。まあでも S ランク確率 10% 逆所から、巨人の中川選手、ちょっと能力見ますね。こうですね、はい、こうですね、はい、球威76、制球75、スタミナ68ということでね、まあ、そんなにねめっちゃ球威制球いいわけではないですけど、まあ道中も狙えますし、あとまあ結構ねこのストレート、スラーブ、チェンジアップとあって、ツーシーム、ドロップカーブですかね、 D カーブありますんでね、まあ、結構いいかなと思います。はい、タイピンチついて、うん、
前参加率 10% 契約書からね来てくれたんで非常に嬉しいです。はい、良かったかなと思います。はい、今回はこんな感じですね。まあコーダーの達人の方も、エナジー使わずに終わりましたんで、あとはまあエクストラチャレンジですかね、あれだけやって、クリア報酬でもし S ランク契約書出たらいいかなと思いながらやっていこうかなと思ってます。今回はこんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラ吉12球団編でした。